うちはどこかな。 どうしたの。ほらその部品だから。オッケー。それじゃ。 でも、入ってた。
僕でもなんとか勝てそう。出発の準備はもう大丈夫？オッケー。それじゃあごはんくんは。なめったの。はい、おじいちゃん。まい、それじゃ。ブルマ、フリーザ、永遠クリソそして、ブルマたちが地球を立ち、34日目。ついに、ブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー！ナメック星到着！さすほら、ほんとだ。やっくりり、それに、それレーダーそなえあ、どこかで、見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。やっぱりご飯、気配を消せ、悟られるぞ。ベジータだ。あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴアン。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん？そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ？いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。大切に持ってなさい、ドドリアさん。
ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、まもなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。そうだから、すぐにクリリン、違う、このなめく、ただ逃げ、いや、あっ、うん、やるぞ。はい、こいつらの格好、サイヤ人が着てたのとそっくりだ。うわ、太陽拳、ふざけたまねを。なんだ、この戦闘力の数値は。フリーまた、それは、はい、今度ベジ、フリーザ、笑わせ、俺おおよっ、キュイの野郎、俺を見くびっているようだな。ちょうどいい目障りだ、片付けてやるぜ。タいたな、何か腹に入れておくか。まさ、そのこの戦闘ベジー、お前のそう、俺とお前は互角の強さのはず。なんてね、この俺は太古実戦で戦っていたんだ。地球じゃ死にかけたほどの戦いだった。フリーザのところでぬくぬくとしていた貴様と、いつまでも互角だと思うか。キュー、やめるな、やめるな、
네, 하나비다. 오더로? 소레. 프리자 이치사. 뭐, 도리에 이와. 하나를 取りたい とこだけど 決まってみた 見つかっちゃう。 この穴なら 身を隠すのにちょうど良さそうだぞ。 隠れられそうなところは どこかな? 修行の成果を見せてやる。 連中とは違う感じの木だな。今度こそナメック星人かも。
あっちから別の怪しい気が近づいてくる。ブルマさんも早く隠れて。絶対にさっきやっつけた奴らの仲間ですよ。え？来た。四つ持って、ご飯。はい。あんなやつら。ブルマから連絡だが、この後さ。ね、俺、そこ、ここ、ご飯。はい。移動のフリーザ一味、ナメック星人の少年を救え。やっぱり多分だ。ご飯、分かってるな。はい。被弾や武空術は控えるんですよね。そうだ、敵に気づかれちまうからな。あのチビ以外にもかなり強そうなやつばかりだ。どうすればいいんだ。どうしましょう。近いぞ。あ、神様、ここに。知らん、そんなものは持って。いざ。な、これいい。な、私、いや、子供。そうそう、はじめ。これ、ついドラフジア。逃げろ、デッデ、逃げるんだ。は、はい。さあ、はあ、はあ、しまった、スカウターが。これでもう我々を見つけられまい。皆殺しだ。こんなガキぶっ潰してもつまらねえがな。まあとりあえず死ねえ。やめな。なんだてめえは。お前なんか僕がやっつけてやる。ご飯。まともに戦っても俺たちじゃどうしようもない。頭を冷やせ。フリッパ太陽拳。やめ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 。やっ
追うんですよ、ドドリアさん。捕まえなさい。目いっぱい飛ばせ。捕まったら最後だぞ。はい。ダメだ、ヤツの方が早い。追いつかれる。そうだ、コアン、この子を頼む。の方を見るなよ。これでも食らえ、太陽拳。うわっ、目がやった、うまくいったぞ。ご飯、隠れるんだ。はい。おのり、どこに行きやがった。助かった。とりあえずブルマさんのところに戻ろう。お前、空飛べるか。はい。助けてくれてどうもありがとう。ねえ、君なんて名前なの？デンデ。フリーザ、この蝶。今フリーザと出くわせば俺は終わりだ。慎重に動かねばいかん。よ、貴様、フリーザ、そう、なめ、いや、こい、わだ、なんで怖い、俺が、だ、そんな貴様か、何を怯えて、さっさとかかってこい、俺を見てみるなよ。俺たちサイヤ人は戦うたびに強くなって、相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。Yeah!
人は戦うたびに強くなる。相手が強ければ強いほど俺も強さを増していく。地球で死にかけた俺ははるかにパワーアップした。それが戦闘民族サイヤ人だ。お前、感じた自分。フリーザちゃん、フリーザはサイヤ人の底知れぬ可能性を恐れている。スカウターから聞こえたフリーザたちの通信によれば、ドラゴンボールというやつは7つ集めんと効果がないらしい。とりあえず残り2つ、いや1つだけでもドラゴンボールを手に入れておくのが先決だ。そいつさえ俺が隠してしまえば、フリーザたちは7個すべてを揃えることができなくなる。そしてフリーザたちの隙をついて、奴らの持っている5個をいただくんだ。悟空のナメック星到着まであと6日。悟空、お前、そう、ナメック星感じ、ま、みん、よ、あの4人、ひょっとして、あと神様、すげえ、ほらもう100倍の、あと、そう、な、なに、悟空の、そう、もし、お前、そ、ちょっと、ぜ、このベジータの暗躍、ドラゴンボール争奪戦。クリリン、ベジ一つ、さ、どこかしら、俺たち、僕に、僕たそれが、ひょっとしてベジータ、俺が違う、さ、ここにフリーこの
奴に仕留めてドドリアのようにな。よう、ずいどのきさ、すかすでに、くすでに。俺のものになれば、みたいなチャンスが必ずやってくる。おろ、平穏の命だけで、フリーザ様に勝てると思うか。俺は多くの実戦でパワーを上げたんだ。貴様が分かっている。フリーザ様の実力はそんな次元すら、はるかに超越しておられる。やはっ、ブクのヘルナ、おのれるな。フリーザはサイヤ人を恐れていたそうだ。そのサイヤ人パワーを今見せつけてやる。おのれるな。ブクのヘルナ、パリッコホー。信じられん。この程度で手も足も出んとはな。驚いたな。確かに素晴らしい進歩だ。だがそのせいで、貴様は長年眠らせていた私の真の力を目覚めさせてしまった。面白い冗談だ。ならばその力見せてみやがれ。言われなくても今見せてやる。圧倒的にパワーを増すこの私の変身を。とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのに、また逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。よく来たな、デンデ。二人とも。ようこそ。あり、あの、なんと、僕この地球、あ、その、この、殺されて。も、神様、あなたのです。残念、それ、そわた。とりあえず、こね、その、今です。うひゃ、あの、そいつ、デンデ。ねえ、こっちとしよう。こっちでも任せ。そのね、
よしね。あのさ、ありがとうございます。いいぞ、今のうちだ。
でもなんとか勝てそう。はい、行くぞ。そう、うん、じゃないの？でも、
の。なんだ今の爆発は。まさか。メディカルマシンにはいないだと。おのれ、どこに逃げよった、ベジータ。早く早く探しなさい。あったぞ、ドラゴンボールだ。確かに5個揃ってるな。だが5個全てを持っては逃げきれん。しかものんびり考えている時間はなさそうだ。ここに誰も近づけさせんように時間を稼ぐ。よし、今度は俺だ。まさかベジータのやつ、ドラゴンボールを狙って。ドラゴンボールが。あの野郎、なんたる醜態ですか。今すぐ徹底的にベジータを探しなさい。1時間経ってもベジータをここに連れてくることができなかったら、この私があなたを殺しますから。はい。サイヤ人というのはやはり底知れぬ戦闘力を秘めているようですね。戦闘を重ねるたびに大きく向上する。もちろん私にかなうわけありませんが、未来のことも考え、今のうちに目をつんでおかねば。スーパーサイヤ人にでもなられては厄介です。こうなったらギニュー特戦隊を呼ぶしかありませんね。あったあったぞ、我ながら素晴らしいコントロールだ。ざまあ見やがれフリーザメ、ついにやつのドラゴンボールをいただいたぞ。これで俺があの村の水に沈めたやつを入れれば、あとはたった一つで7個全てが揃う。ん？強い戦闘力か、ザーボンか。すげえや、俺にこんなパワーが。これならすぐにご飯を迎えに行けそうだ。最長老様んとこに行けば、お前はもっともっと強くなれるんだぜ。あいつは地球人の、なぜこのナメック星に。しかも最後のドラゴンボールを持っていやがったぜ。何？はっ？ザーボン。この前の戦闘でザーボンは完全に自信をつけている。油断してかかるはずだ。まずはその前にあの地球人からドラゴンボールをいただいてやる。ここでザーボンのやつを仕留めてやる。それそうだ、あいつもう一つ。何？意外。そのいいから、気やがったな。
ずいさもやっや武士から逃げられると思うな、うん、はやりっこほうだだだだだずいぶんと体力が落ちてるんじゃないか、ザーボンさんよ。あんたの死はもう近いよ。死が近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。入るな、ピャッピャッ。私に勝てるわけがない。まずは戦闘しようだ。やるなよ。このヘルナーが雨が冷えるじゃ。消え去れ。さあ、大人、ドラゴン、これ、ベジータ、これ早くも、敵に見つからないように気をつけなきゃ。もっと急いだ方がいいかな。僕の帽子についてたドラゴンボールと同じだな。急いで隠れな。ん？全部よ。何？ま、プレス様、そう感じ。そのところ、そう。地球音。あの菓子、あの花。くしきやつさ。最長老様からもらったドラゴン。しかし、ご飯の起点によりブルマ。フリーザの切り札、ギニュー独占隊参上。ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。